お疲れ様です。デミこと写真家尾形秀美です。今日の写真は写真集ブランキージェットシティの中からの1枚です。伝説のロックバンドブランキージェットシティのライブ後に撮ったファンの子たち、不良少年たちの写真です。音楽の力を得て嬉しそうにはしゃいでた不良少年たちの笑顔が忘れられないです。これを撮った90年代半ばも今と同じような絶望の日々、オウム事件や神戸の震災があった時ですが、あの時の勇気は絶望の中から生み出された。今も日々悲しいニュースを聞いたりする混沌とした時代ですが、こんな時だからこそ勇気を生み出して次のステージ進んでいけると信じてます。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。じゃあね。